はい、始まりました。本日もニコニコプレスチャンネルのお時間でございます。本日は2本立てでございまして、あ、ちょっと待ってくださいね。今聞こえるね。じゃあこれは音を消そう。はい、これ大丈夫です。はい、2本立てでございまして、まず1本目はですね、7月15日に行われました J ステージ、ベースメントモンスター大会でございますね。王子で行われた J ステージというわけでございまして、そちらの模様をまず、皆様にご覧になっていただきます。実はですね、本日、私とそして、皆さんおなじみ、J ステージの山内大輔代表と、本日は2人で、番組の方を進めていこうと思ったんですが、山内さん先ほど1回ここに来たんですけども、なんか買い物に行くと言ってですね、今現在私の隣に座っておりません。あ、来た。すいません。本当に買い物だったんですね。セブンイレブンの。すいません。はい。あのほじちゃんを。ニコプロスタジオの隣にあるセブンイレブンに今行ってきたばかりということですね。テさんちょっと。あ、これ僕の。はい。あ、すいません。タピオカも最近タピオカブームでね。ね、はい、私も2時間前にタピオカ普通に摂取しましたからね。あのモスバーガーの方で。いや、タピオカ別にね、1日何回摂取しても全然 OK ですからね。そうですね。はい。はい、いただきます。はい、というわけでございまして、本日の J ステージ王子大会は私と山内代表のたった2人で、はい、久しぶりじゃないですか、2人って。やっと2人きりになれたねっていう感じですねこれはね。はい、はい、なんですか、選手にアイスつかされて一人もゲストに呼ぶことができなかった、そういう感じですか。まあそれもあったんですけど、はい、あまり皆さんに言ってなかったって結構なんか試合で、はい、地方とか行っちゃったりしてて、はい、なかなかやっぱ予定合わないってこと。まあそれはプロレスラーの方々もみんな暇ではないので、まあそうそう、はい、事前にちゃんと押さえておかないとそれは人来ないですよね。普通に考えたら、何でも前日かなんかに済まそうとしておりますけども、はい、今日も一生懸命探したんですけど、それ自体がおかしいんですよ。それ今日の番組なのに今日一生懸命探すということ自体がおかしいわけですよ。そうですね。はい、その辺ちょっと改善した方がいいんじゃないかなと思うんですけどもね。ほら、だからほら、吉岡ならその辺にいるでしょみたいな、そういうあらぬ噂が立つわけじゃないですか。呼びますか。それ、いやそれで呼ぶのはかわいそうじゃないですか、あまりにも、ね。はい、なので、まあ、今大会は、9月に予定されております後楽園大会の前の最後の、はい、大会というわけでございまして、ちょっとね、いつも選手の皆様にお越しいただいてワイワイガヤガヤ楽しくやるんですけども、はい、今日はちょっと後楽園に向けてですね、ちょっとしんみりやる。そう、しんみりって別に人が死んだわけじゃないんだから、しんみりやるというよりも、なんかその後楽園に向けてのこう興味がつながるような、あ、まあ、きちんとした感じで、はい、皆さんに J ステージをちょっと見てもらった方がいいかなと思いまして、ね、はい、あ、そのポスターね。あー、これポスターで、はい、後楽園ホール大会のポスターがすでに出来上がっておりまして、はい、はい、もう今の時点でこれだけたくさんの皆様が出場することがもう決まってると。そうです、まあ乗ってない人もまだですよね。はい、はい、ここにさらに加わるわけですもんね。はい、はい、右上の黒石イケメン二郎から左下の進む雄也まで総勢一体何十人になるのかと、はい、何人な、前回50人でした。前回50人50人前回がそうです、ちょっと50人出場選手だけで50人。はい、TCW か J ステージかですね、人の多さはね、本当にね。負けたらないですよ。まあ、いやいや、そこの辺は別に負けても構わないですけどね。人数で争ってるわけじゃありませんので。じゃあこれちょっと、後ほどこれ貼ってください、後ろに。はい、9月の何日でしたっけ ?10 日です。10日、9月10日の後楽園ホール大会に向けて、はい、果たして王子では何が起こったかというね、はい、感じでございます。で、この王子大会は、はい、事前の試合順が発表になってなかったので、はい、メインがどの試合になったかっていうのは、まあ、当日見るまでは分からなかった。そうですね、はい。なおかつ、はい、中川翔太選手の対戦相手が X のまま発表されておりましたので、そうですね、はい、これもまた、当日になってみないと相手が誰なのかわからない。そうですね、はい、X といえば朝日しおりなんて言われていた時代もありますけども、あ、そうですか。DDT がね、X って言って、もう X って言ったら必ずそこに朝日しおり選手が入るようなのがあったんですけども、果たして朝日しおりなのか、それとも誰違うのか、はい、これも見ていただいてわかるという感じでございますね。はい、はい、では、早速いきたいと思います。J ステージ王子大会、この日実は王子大会は3大会ありまして、ああ、そうですね、ヒートアップと、ヤングダムズ、はい、そして、J ステージと、はい、もう、3つの団体で折半してやったっていうのがありありと伺える、はい、はい、もう先陣切ってやらせてもらいましたよ。一番最初、これが一番最初です。あ、はい、一発目だったわけですね。はい、はい、それでは、イヤホンを耳にしてください。はい、山内代表の、解説とともにお届けいたします。はい、J ステージ 7.15 王子大会でございます。まあ、この王子という会場からね、ニコプロの中継があるっていうのも久々にございますね。ラトバラスーパー
さあ、いきなりオープニングマッチ中川翔太が登場したということは、この試合でその X が判明するということですね。 X ですね、はい、はい、というわけでございます。その X が無音の中やってまいりました。はい、いろいろ事情があって、優秀曲使えないと。なんとクレイジーモンキー葛西潤がオープニングに登場と。いや、もう J ステージの X って言ったらもう葛西さんです。そうなんですか。2回目ですけど、2回目ですけど葛西さんは J なんですね。いや、葛西潤の J。 あ、ジュニアの J じゃなくて、潤、はい、の J だと、はい、ああ、なるほど、はい、純ステージなんですね。なるほど。さあ、そんな葛西にいきなりドロップキックで先制いたしました中川翔太です。まあ、これはだから唯一の J ステージ所属選手が葛西純にぶつかっていくというシチュエーションですよね。おお、テイクドロップキック。このベースメント、ベースメントモンスターの独特のこのね、雰囲気好きですよね。好きですか、これ。まあ、本当密閉空間なので、どこから見てもリングサイドみたいなところですからね。そうそうそう、まあ、いきなり場外戦に持ち込みました。場外戦でも3、4歩を進めるだけでもう一番後ろですからね、これね。はい、さあ、そんな密閉空間でクレイジーモンキーが暴れるというね。これいいんですか、話し合いにしといてクレイジーモンキーを。誰も止める人いないですか。誰も止める人いないですよね。ご覧ください、リングサイド1列目があのリングとあれしか距離がないという。本当に数センチでしたからね、当日。普通はそうなったら場外ランとやらないもんですけども、まあ、葛西さん、はい、って時点でもそんな関係ないですよ。あ、もう好きにやってくれと。あ、ベースメントモンスターの壁に、あれどう見てもコンクリートですね。いやー、危ないです、危ないです。いやー、葛西潤っていうのはちょっと意外でしたね。あ、本当ですか。はい、私は本当に朝日しおりだと思ってますけど、ね、でも本当、でもここは明日3日前で、3日前いや、もう本当、近藤選手の欠場が決まったら本当に3日前で。あ、さあ、あの謙信さんが出れなくなったということで、そうです、そうです。もうその代わりとして X にしておいたと。おお、感謝しかないですね。でもいや、突然のだってこの7月15日って旗日だったじゃないですか。旗日にクレイジーモンキーのスケジュールが空いてるって、これ奇跡のようなもんですよ、ですね、これ、はい。まあ、この日はね、プロレスリングの あの後楽園大会、あるいは DDT の大田区大会とか ね、 都内でもビッグマッチがあった中での葛西潤のスケジュールが空いてるというこの奇跡。本当ですね。さあ、しかしその葛西潤、スタートは中川翔太先制したんですが、場外乱闘でやっぱりこう流れを変えてしまいましたね。そうですね、やっぱり。はい、さあ、先ほどから、山内さん、解説の山内さんはそうですねしか言いません。はい、いいんですよ、別に僕が言ったことを否定していただいても全然結構ですから、ね。はい、あの、ケンさん、それは違いますよと。解説はそれぐらいのがいいですよ、実況が言ってることを否定するぐらいのがいいですよ、解説は。はい、さあ、フロントデックチャンスリーのように持ってきましたが、カウント2、気合でこれを返しますが、すぐさまチキンウィングフェイスロックを狙います。これ珍しいですね、葛西さんがチキンウィングフェイスロックの体勢になるっていうのはね。でね、これあのよくこのシーンあまり見られないですねとか珍しいですねっていうと、たまに我々が見てないところでそれをやるときがあったとしたら、そのシーンを見てる人からクレームが来るんですね。あ、そうです。俺は見ていると、たまたまでも何でもないみたいなことをよく言われるんで。あ、でもその人もたまたまその試合を見た、見たの可能性もありますね。はい、まあ、その場合はあの普通にすいませんと謝りますけども、そうですね、はい、初とは言っておりませんので、あ、はい、そうですね、あまり見られないと言ってるわけでございます。これベースメントモンスターのリングっていうのは、は若干ちっちゃい感じですね。これはここの会場のリングなんですか。いや、ちょ、借りてるやつ。あ、借りてるやつで、はい、このサイズにあったリングを持ってるのか。一回り小さい、はい、あるみたいです。さあ、フィッシャーマンズスープレックスホールドですが、これもカウント2で返します。あ、すっかり葛西潤のペースになっちゃいました ね、 ね、ドリンク飲んでいいですよ。はい、いただきます。はい、挑発しております。どうですか、その J ステージ所属になってからの中川選手、間近からご覧になってて。どうですかね、どうですかって、こっち、ちょっと待って、今のやり取りは僕はちょっと初めてですね。どうですか、これって解説が、どうですかねって返すのって。違うんですよ、はい、あの僕もあの正直、はい、試合見れてないんですよ。あ、ここに来て、本当試合見てる感じなんで。あ、当日 は動き回ってるんで。そうなんですよ、あの所属になってからの中川選手の試合をじっくり見る機会があまりないと。そうそうそう、今日本当じっくり見ようかなと思って。そうですか、そうですか、はい、じゃあ試合終わった後にちゃんと感想を聞きますからね。あ、分かりました。はい、このサマーソルトドロップ、ちょっとこの日の葛西選手はいつもと違いますね、なんかね。ジュニア繰り出す攻防が、あ、ジュニアを意識してるんですかね、先ほどからね。でも葛西さん結構出てますからね。はいはいはい、なんやかんやで出てますから、はい。まあ、思えば何回か前の時、あの新木場でやった時も中川選手スリーウェイだかスリータックだかなんかで、はい、葛西選手とやってなんか血だるまにされた時が、あ、結構前じゃないですか ね、 ね、はい、あれが多分あれが最初のニコプロの J ステージ中継だったんですよ。
で、違いましたっけ、2回目かなんかでしたっけ、で中川選手がめちゃくちゃ絶賛されたんですよ、視聴者の皆さんに。あ、そうですね、よく食らいついたって言って、はいはい、あれは多分チェンさん、確か解説一人でやる。あ、そうでした、そうでした、はい、だから多分絶賛されたんです。いや、そんなことないですそんなことないです。で多分僕がなんかちゃちゃ入れてたら、はい、なんだって一緒だったそんなことないです。そんなことよりこのタピオカほうじ茶ラテうまいっすね。いや、美味しいですよね、びっくりしました。今一口飲んだらあと突進する。これをかわすジャンピング、はい。そして横石ケビ固めと見せかけて低空ドロップキック、至近距離からということで、この辺りから中川翔太自分の、動きがね、そうですね、なんかこの人が、うん、このニューコスチュームだったみたいな。あ、これがニューコスチューム、はい、なんか代表として買ってあげたんですか。いやいや、勝手に作ってました。そうか、こういう場合あのコスチューム代は経費として落ちるんでしょうか。まあまあ言ってくれたら、お、はい、いいですね。だんだん団体っぽくなってきましたねそういうあたりがね。そういうのをちゃんと面倒見てこそ団体ですからね。まあまあそうですね、はい。ミサイルキック、この天井でミサイルキックを放つと本当ね、天井から舞い降りたような感じ。天井すっごいですよね。ちょうどなんていうか、コーナー上がるところにぶつかっちゃうぐらいの感じがあって、結構みんな危ないな。危ないと思いつつもレスラー飛びますよね。ファイヤーマンズキャリーを狙います。うおっと、持ち上げ持ち上げ、うん、しかしそこから先に持っていけない。背後に着地したクレイジーモンキーがスリーパーホールド。うん、これでスタミナを奪われてしまいます。中川動きが止まったところでコーナーに下がってから、何すかこれは。あー、パイルドライバー。コーナーに下がってからのパイルドライバー初めて見ました。つまり自分をコーナーで支えた形でパイルドライバーで落とすってことでしょうね。まあより安定感があると思いますか。はい、ローテン食い打ちで突き刺された中川翔太ですが、カウンターのトラスキック、そして再びファイアマンズキャリーに担ぎ上げます。ここから何を狙うのか、ちょっと足元がおぼつかない状態ですが、なんとかバックフリップのように持ってきましたね。まあ、中川選手といえば得意のスワンコーンに持ち込みたいところです ね。 そうですね。先ほどから本当に否定しないですね僕の言うこと。さあ、そんなこと言ってる間にほらスワントーン狙いますよ。これがジャストに決まればというところなんですが、かわされしまった。まだそれまでの相手へのダメージが足りなかった。そうですね。翔太と叫んでのラリアット、実は密かにラリアットの名手であります笠井純。綺麗なんですよね、体ごとぶつかっていくようなラリアット、ね。まあ、身長はもちろんそれほどないんですが、それを補ってあまりあるねこの、ダッシュ力のラリアット。しかしカウント2で返しました。ならばと今度は垂直落下し、うらー、今のは危ないんじゃないですか。ちょっと本当に垂直だった。90度おー、返します。中川がこれを返します。粘ってるじゃないですか、はい、はい。さあ、中指を突き立てて FU からの、これは腕さそりですね。さあ腕さそり、僕あんま見たことないです。ああ、これはあのかつて大日本で上がってた、ああ、近藤選手の得意技であります、腕さそり。これで、ギブアップ勝ちですね、8分20秒腕さそりで笠井潤の勝利。結構あのこの技使ってて、あのフィニッシュを取るとき、あのなんだかんだであるんですね、笠井選手、はい。僕は初めて見ました。ああ、中指を突き立て、言葉を投げかけることもなく勝者先にリングを降ります。どうでしょう、はい、じっくりとの所属選手であります中川選手の試合を代表見たわけですけど、まあ、ご感想としては、まあ、力の差は全然まだやっぱありますよね。うん、まあ、それを承知の上でね、まあ、今回シングルを組んだわけですけども、まあ本当今現在の、まあ、力の差が歴然と出たという意味では、まあ、中川選手にとってはね、自分の子がどういうところに今立ってるかっていうのが分かったでしょうから。天狗になってもしょうがないですからね。でも天狗ならないでしょ。なんでないですか。なんか、え、なんすか、なんか最近天狗なんですか。いやいや、なんかなりそうじゃないですか。俺所属になってから。あなた自分ところの所属説よくそういうこと言いますね。最近天狗になってんじゃないかとか。いやー。はい、第2試合登場したのはこちらは。進行早いですね。はい。あ、王国の王様がやってまいりましたね。藤田峰雄でございます。何ですか、ミネオカ、そういう名前。そして対戦相手が阿部文則ということは、これ前回の新木場大会で、はい、試合中に藤田さんにいろいろまさぐられたのが阿部文則ですよね。そうですね、前回と前々回、ね、前々回も、はい、なぜか試合には関わってない阿部文則が必ず藤田ミネオに体中をまさぐられるというその2人がついに一騎打ちで対戦するわけですね。
さ、かつて、チンコプロレスを主催していた方と、あ、そうですか、仏の道に入ってる人の一騎打ちですから。チンコプロレスと仏の道です。似てますか？似てるんですか？いや、それを似てるとっていろいろ、あ、もう早くもね、口づけを交わしてますね。あ、まさぐられております。阿部文則、全く無抵抗。このままホール、ホールって今開始の5分になりましたっけ？なってないですよね、まだね。はい。なんでしょうか、阿部文則さんはこう唇を奪われることにしての対抗力があまりないんですかね。されるがままですよね。レフェリーチェックしないですね。うん、試合前なんでチェックしないです。チェックしないですね。ああ、もうされるがままですね。ああ。何のため仏の道で修行してきたかわからんですね、これ。こういう時に対応できるように仏の道で修行したんじゃないかなと思うんですけども。でもこれで対応してんじゃないですか。してるんですかね、これね。一応対応してることになるんですか。さあ、今もしっかり戦闘モードじゃないですか。はい。試合前は、まあ、されるがままで、試合が始まったら、なんですかね。昔あの一二の三四郎からこういう歩き方をしてましたよね。東三四郎とか、僕ドリフのイメージしてますね。あ、西上馬之助とかがああいうステップを踏んだことがありましたけども、結局開始のゴングが鳴る前と鳴った後の世界が全く違いますね。いやー、けどどうですか、この復帰してからの藤田美桜さん見てて。前回もえらいこっちゃだったじゃないですか、大和博さんと絡んで。人間って半年休めば、変わってるんですか。あんま変わんないと思いますけど、ね。変わってないですか。うん、まあ、これは阿部文則としてはまあ警戒せざるを得ないですね。なんか変なおじさんっぽいですね、阿部さんの動きが。そうですね。はい、まだ一度も絡んでおりません。何が王なんだから、これ。お客さんも何に対して王って言って、ね、そうそうそう。あんまり安易に王とか言わない方がいいと思うんですけどね。まだ2人は試合前はあんなに絡んだ絡みがあったのに、試合開始のゴングになってから一切絡みません。はい、いきなり緊迫感が急に変わりましたね。全く緊迫するような動きは不可にしていないにもかかわらず、緊迫感が、まあ、この色もまあ J ステージの一つだということでございますね。ですかね、こういう色も。だってここ最近こういうの続いてますもん。だって続いてましたね。というのは甲羅県もこういう色のものが見られると。まあそれに近いような感じでは考えてますね。ミネオさんは出場されますね。ミネオさんはこちらですね。あ、発表はされてます。はい、出場するという、あ、これね、藤田ミネオ XX 組対黒潮イケメン二郎、レイパロマ、大和博士組と、はい、ミネピョンと大和博士が絡むんですね。そうです。あ、これは確実に甲羅県ホールに、繋がる一騎打ちでございます。え、うん、いやいや、繋がるでしょ、こういう系統の試合が。あ、はい、そうですね、はい、こういう系統の試合は、まあ、おそらく甲羅県でも必ず見られますので。あ、そうですね、はい、今日の試合をご覧になって、これをライブで見たいという方は甲羅県に集っていただきたい。そうですね、はい、でこの藤田選手のパートナー X も、はい、この後発表します。あ、全試合終了終わったら、はいね、終わりました、はいはい、皆さん本日、全試合を放送した後に代表から、藤田美濃選手のパートナーが発表されますので、試合が終わってからもこのまま、視聴いただきたいと思います。心理戦が繰り広げられております。なかなか通常のプロレスでは見られない動きが、先ほどからどん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 エプロンの上をくるくるくるっと回って過ぎ去っていったり、あるいはリング上で相手もいないのに側転を見せる藤田美濃という、リングインすると見せかけて場外に、それだけで大ですからね。さあ今度はだらーんとうつ伏せ状態で寝転がってしまいました藤田美桜。そして今度は仰向けになりました。何か誘ってるかのようです。怖いですね。さあ股間を、はい、攻めていけないですよね。まあ、言われてみればあのバチバチファイターの阿部文則がなかなか踏み込んでいけないというのはあんま見られないですよね。相当警戒してますね。再びうつ伏せ状態となりました藤田美桜。それに対しコーナー2段目に座り込んで、さあどうするべきかと阿部文則思考を働かせております。さあその思考を働かせる阿部の下の方を通っていってしまいました藤田美桜。まずいと見たか阿部文則は反対側コーナーに移動いたします。先ほどまであんなに湧いていた
この会場は本当緊張、死因現象ですからね。緊張感がありますけど、死因現象は UWF の1000倍特許かと思いきや、K ステージでも死因現象が発生するというですね、令和の時代でございます。こんなに警戒し合うプロレスってあまり見たことないですね。いや、ないですね。これはあの4年ぐらい前にスーパー、あのベストオブザスーパージュニアで見た高道の対太一戦以来ですね。これだけ絡まないのは。そうだったんですか。あの時の高太一戦がもう20分近くも全然触れないまま試合を構築するという高等なプロレスを鈴木軍として見せたことがあったんですけども、それ見て見たいですね。今あの新日本プロレスワールドで多分アップされてると思いますので、さあようやく接触いたしました。ロープに振りましたがクローズラインをかわされます。さあいきなり素早くなって、おーテイクドロップキック。こんなにテイクドロップキック普通に決められるんだったら今までの絡まなかったら何なんだってなりますよ。本当に最初からそうすればいいじゃないか。あーっと背後か、おディフェンスしております。おーさあすごい急所の狙い、そして急所のかわし合い。さああくまでも奥下峰雄の、あお互いに、さあ今度はロープワークドロップキックをかわす、ガラ空きの危ない、すごいわー、これも今の飛び込み今すごいですね。今の阿部文則の飛び込み方すごかったですね。カースフォームすごかったですけども、矢のように股間を狙ったんですが、それを藤田美濃がかわしました。これは高度ですね。高度ですね。我々にはできないですねこれね。いや絶対できないです。はい、いやしかしたった一つの股間を獲得するのにこんなに苦労しなきゃいけないですね。まあお互いプロレスラーですので、防御の達人同士がやるとなかなか相手の股間を奪取することができません。さあそれに対し藤田美濃はこれは何の構えでしょうか。天波の構えか、鼻かんでるんですか、鼻かんでるんですか。何でしょう、阿部文則が距離を、おお、何だったんですか。キレも溜めたんですかね、ザ・グレート・サスケのように。はい、まあ、確かにザ・グレート・サスケとの、 あのチンコプロレスでの一騎打ちで藤田美濃が勝利を挙げておりますので、そうなんですか、はい、もしかすると戦うことによってこの気の使い方を体得したのかもしれません。我々もちょっと浸透するざるを得ないですね。じっくり見たいですね。じっくり見たいと言いながら今 LINE をしてますね。違うんですよ、これは仕事です。あ、これは仕事ですか、はい、大変ですね。中継の解説をしながら仕事もやらなきゃいけない山内代表でございます、はい、さあ距離が近い、あ至近距離からのこれよくちょっと見てたら、はい、阿部ちゃんこっちって、どちらかというと、 どちらかというと阿部選手も距離を近めてますよね。そうそうそう、距離をつかめてる、近めてるのは藤田美濃だけではありません。阿部文則の方も距離を近めております。まあこれが受けでしょうね、おそらくね、はい、ああけどしかし力が抜けて脱力してしまいました。やはり効いていたか、前方回転日固め、接吻からの前方回転日固め、トルネードクラッチ、そしてさらに十字架固め、いずれもカウント2、クローズラインかわす、回転浄土、イラブれない、おージャンピングハイ、しかしドロップキック、目まぐるしい攻防からフォーリーいく、カウント2、流れるような攻防となりました。いや、なんかプロレスっぽくなってきました。プロレスっぽくなって、あなたこれプロレスですからね。あ、おまんじ、おまんじいけない。いやいや、すごいすごいすごい。さあ、ラ・マヒストラルに行く。藤田美濃のラ・マヒストラル。まあ、ラヒストラルではございません。ラ・マヒストラル。あー、ちょっと、カンバシリフリの股間に当たったか、今。イラブ、いけない。おー、ガンクラ、ガンクラ、ガンクラ。ガノスケクラッチ、一瞬にしてスリーカウントをダッシュ、そして阿部文則の股間もダッシュ、ダッシュ合わせて4カウントですね、4カウント、はい、あー瞬く間にスリーカウント取りましたよ。すごかったですね、最後最後のあのお互いの技の攻防が素早かったですね。まさにあのジュニアの中ではのスピーディーな攻防の中に股間であったり口づけであったりがその攻防の中にちゃんと加味されているという、うん、前半の進み具合とも全然違いましたね。まあ、この辺がメリハリというやつですかね。いや、阿部文則、藤田峰雄に不覚の一敗と不覚になっちゃうんですかね。不覚なのか不惑なのか、さすがと言わざるを得ません、藤田峰雄です。まあ、確かにちょっと股間にばかり阿部文則 の気がいってたかもしれないですね。そうかもしれないですね。まさか丸め込みで来るとは。あ、そして再び、
や再びというかもう何十回も口づけを返しております第2試合でございました。まあ、今のような試合が藤田美濃選手が出場することによって後楽園でも展開される可能性大と。そうですね、はい、はい、しかも相手が黒潮イケメン二郎、レイパロマ、大和ヒロシでございますから ね、この3人の誰が藤田美濃と絡んでももう名勝負間違いなし。さあ第3試合でございます。3ウェイマッチですね。これは、トリプルスレッド戦でございます。自分以外の2人が敵というわけでございまして、下村大輝、エル・リンダマンが入場した後、最後に入場してまいりましたレッスルワン青パンテリブルの児玉雄介でございます。さあ児玉、そして、リンダマンは、まあ、あのレッスルワンの、ね、リングで、絡むことはあるんですけど、そこにプロレスリングバーサルの下村大輝が入るということでね、はい、ちょっと違った展開になるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、選手の久々の参戦でした、ね、前はよくね、デイステージ上がってましたよね、はい、DNA 時代にね。そうですね、はい、さあ、けどこれエル・リンダマンがベースメントモンスターに登場するってもなかなかね、いやいや、うん、いやだと思いますね、多分、うん、しかも 3A 戦でございますので試合展開しっかり見てないと誰かが誰かに勝った時点で勝敗が決しますので、そうですね、はい、見てるだけでは当然勝利を奪うことができません。みんな、みんな、コーダーマン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 。さあ大きな大きなコーダーコールに対してもういいからというエルリンダマン。リンダコールが欲しかったです。リンダコールけど、ね、リンダコールをすると結構この人テレアなんで。あ、そうなんですか。そうそうそう、あの白っていう割には実際にリンダコールが鳴り響くとあのちょっと照れちゃうっていうのがあのリンちゃんの面白いところでございました、はい、でこういう場合はやはり児玉雄介はこう自分から動こうとしないですね。あ、なるほど、様子を見ながら、様子を見ながら。さあとは言いつつも、さあテムッツって言えばいいんでしょうか。これはテムッツです。テムッツでございます。リンダマンと児玉が押し込んだため下村一人が攻められる展開となってしまいました。しかし、おお、好転してうまくリンダマンと児玉の手首を決めましたが、ダットショット2人で、ここはリンダマンと児玉が手を組む形となりました。それたち1人で行く。この2人ってレッスルワンさんでは一応構想みたいな感じで、そうです、アンファンテリブルとストロングハーツですからね。通常は戦う2人でございますが、まあ、このスリーウェイ戦というのはその展開の中でね、あのいがみ合っていた2人が手を組むということよくありますからね。おお、ダブルのエルボになってしまいましたね。たまったまですね、はい。さあそして邪魔者は排除したと、おお、あ、ハイタッチをしようとするエル・リンダマンのガラ空きのボディにガットショットを放ちました児玉雄介。おお、タックル合戦はエル・リンダマンの勝利。思いっきり、今ストロングハーツが常時出場している団体って本当レッスル1とジューステージだけですよね。 DDT もちょっと今離れてるんで、あ、はい、そうかもしれないです、ね、それぐらいやっぱりストロングハーツがこうジューステージという場を愛してるんでしょうね。でしょうねそこは確認したことないんですか、代表として。そこはないです。そこを確認しましょうよ。あ、ジューステージ愛してますかって、はい、愛してますって答えてくれるかもしれないじゃないですか。ちょっと誰が答えですか。そう、 T さんあたりがね、愛してますみたいに。T さんそんなこと言う人なんですか。言う人じゃないです。ここは下村が場外に落ちてる間、シングルマッチの様子を提示しております。エル・リンダマンと児玉雄介です。まあ、どちらもレスルワンのクルーザー戦線でトップを走ってるということでね。あ、そうですね。チャンピオン。アンディウですね。アンディウにベルトを取られるまではこの児玉雄介がクルーザーの絶対チャンピオンだった。はい、アンディウ、アンディウじゃねえ、アンディウは、はい、まだ10ステージ、まだ、あ、はい、意外ですね。そうなんです。へえ、どうしてですか。あれだけエルスラム選手たち上がってるんで。そうですね、なんかまあいずれか、はい、なんですか、タイミングとかもあったんですね。中国だから貨幣が違うからギャラ払いづらいとかそういうのありますか。元で払わなきゃいけないあー、これはうまく、これリンダマンの得意技ですね。ロープをまたごうとした時にそのロープを蹴飛ばすというね。なんか盛り上がってますね。何で盛り上がってますか。いや、あんな間近だからじゃないですか。あー、もうほんと数センチ目の前ですからね、戦いが。ほんと人一人通れるぐらいの人しかなかったんで、はい、
幅亮太さんだったら通れないあれですよね。ジュニアで良かったです。まあ、ジャンボでもいいんですけど、ね、はい、お、そうだ、ベースメントであの J ステージジャンボ版やりましょうよ。でかい人たちで集めての、あ、な、でかい人たち集めたのにわざわざ新木場ではなくこの王子でやる。でもその昔僕がやってた、はい、その B ライズっていうのがあったんですけど、はい、その時スーパーヘビーの試合ありましたね。ああ、じゃあ ぜひそれジャンボステージ提供マッチとして、ああ、まあいずれか、そうですね、はい、やらないでしょうね。だいたい僕が言ったことで実現したこと何一つないですからね。いやいやいや、はい、ああ、急所、先ほどの一つ前の試合にインスパイアされたんでしょうか。股間を攻めます、エルリンダマン、そしてアイアム蝶のポーズ。なぜかアイアム蝶のポーズをやるんですね、この方ね。先ほどからなんか今週呼ばなかったのっていうあのコメントが何回か来てるんですけども、まあ、この日は旗日でしたので、東証さんはあの休日は多分忙しい方、忙しい方ですね、はい、なので出場しておりません。そうです、ね、はい、火曜と、休日は忙しい方です。火曜はもうダメなんですか。火曜も 今はもう大丈夫になったのかな。結構経ってますよね、まあ、かなり経ってますよね。、はい、曜日によって出れる時と出れない時があるんですけど、ね、ね、思いっきり一本強いで投げましたエルリンダマンです。まあ、3ウェイであってもシングルであってもやっぱりリンダマンはリンダマンの動きをちゃんとしますね。そうですね。チョップを放ちます下村大輝。 DNA でキャリアをスタートさせましたが現在はプロレスリングバサラ所属です。下村、まあ、DNA の所属になった選手たちが何人かいる中で、この下村選手がその入門テストの成績が一番良かったらしいですね。そうなんですね、とウィキペディアに書いてありました。はい、でもやっぱ運動神経いいですもんね。ねえ、私30年以上この業界でですね、はい、30年以上業界にいながら私の知識はウィキペディアですから。はい、それ以外のこと知りませんので。セカンドロー、あー、お、反対側に児玉がいる。あー、これもうチョップで迎撃。すごいすごい、本当にすごいと思ってます。いやいやいや、すごいすごいって K1 時代の谷川さんみたいな、佐田春馬谷川さんみたいな解説ですね。すごいすごいっていう。飛び乗ってからのクロスボディ。おー、あー、けどこれ児玉雄介から勝利を取ったら大きな勝利ですよね。いやいや、そうですね。レッスルワンクルーザー先生の第一人者から勝利を奪えば得意であります。その場飛びのムーンサルトプレス、しかしカウント2。さあ、今、私プロレスリングの松丸さんから LINE が来たんですが、中継中ですので無視いたします。、はい、中継が終わってから返信いたします。、はい、おーと足を引っ張られた。さあ、めちゃくちゃ今めちゃくちゃ喜んでましたね。あんなに人間って喜ぶんですか、ギャーって言いながら。しかしその後に待っていたのは児玉のドロップキックと、あの今の笑い方はなんかホラー映画にも出てこない笑い方でしたね。今のはね、ギャーって言いながらリング内に踊り込んできたんですが、人の足を引っ張るのがそんなに嬉しいかね、この方はね。さあ、実力者同士のマッチアップとなっております。児玉雄介とエルリンダマン、どちらも引かないですね。どちらにかわしいバッケルボーウェルボー、いいエルボーだこれ。ああ、しかしロープのリバウンドを利用しての小玉、おっと、ここで横から入ってきた。おお、これいい狙いでした。インサイドクレードル、しかしカウント2、慌てて小玉がカットいたしました。その小玉がダッシュしたところでショルダースルー、エプロン着地、エルボーを放つ小玉、そして下村、このチョップをかわされたのに、しかしその後ろにいた小玉の胸板にチョップ、ならばた背後からジャーマンスープレックス、この着地、そして飛び込み式のバックエルボー、アッパーカットエルボーを放ちました。さあ、下村チャンスです。追走するリンダマン、ラリアットを返し、再びジャーマンスープレックス、いや止まらないですね、リンダだけにどうにも止まりません。さあ、そしてここでエルリンダマンがコーナー付近に下村をセットいたしました。何を狙う、コーナー最上段、あー、ダイビングボディープレス、フロックスプラッシュ、そしてこっちもフロックスプラッシュだ。おっと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 、あー、リンダマン、そういう終わり方ですか。フロックスプラッシュ、自分が出したにもかかわらずかわされ、そして反対コーナーから同じフロックスプラッシュを出した児玉がスリーカウントダッシュと。これは頭使いましたね、児玉選手が頭を使った。そうですね、逆に言うと、リンダマンは頭を使ってなかった。いや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 、あー、
いやこれは勝てる試合を落としてしまいましたね。最後は9分1秒マットスプラッシュからの片身固めで児玉雄介の勝利です。さあ続いて、第4試合です。はい、これはセミファイナルですね。そうですね、はい、本日のセミファイナルでございます。入場してまいりました、先ほどのリンダマンに続きましてこちらもストロングハーツでございます。現在のレストランチャンピオンシップ王者 T ホークとパートナーは吉岡正樹。2人だけってのは初めてなんですか。初めてです。おまあ吉岡選手がストロングハーツ入りしてからかなり経ちますが、2人だけのタッグチームは今回が初というわけでございます。そして対戦相手として入場してまいります。さあ入ってまいりました谷崎直樹、そして進む優也でございます。まあ谷崎直樹と T ホークというのはね、ドラゴンゲート時代にいろいろあったということでございまして、まあ現谷崎直樹と元谷崎直樹ということになりますね。漢字が違うんですね。はい、漢字先という字が違うわけでございますね。なんでしたっけ、ミスターキッキー、豊中ドルフィンと、ミスターピーピー、トマ、なんとかトマコマイでしたっけ、ペンギンとか、ペンギン、そんなような名前でやってた時期も、はい、今思うと T さんがそんなことやってたってことが信じられないですけども、あの頃はね、まあ、駆け出しの頃は大体ドラゴンゲートって一度はそういう目に遭いますからね、はい、そっからね、こうやって本格派に成長したんですからね。いや本当、じゃあそれを思うと今 WWE で活躍しているあの戸澤選手もドラゴンゲートにいた頃ほら何でしたっけ、戸澤塾、そう戸澤塾で、さらに戸澤塾より遡ると何でしたっけ、メタボリックブラザーズ、ありましたね、はい、メタボリックブラザーズってこんなにでっぷりしていたのが今あんな体型になってそうWWE で活躍してるんですからね。すごいですね。いやー、本当プロレスで長く見るもんだなと思いますよね。さあ、まあ、そんな、因縁があります、T ホーク、そして谷崎直樹がお互いコーナー分かれて本日は対戦でございます。さあ先発は T ホークと進む優也、2人も初めてじゃないですか、ね、あなかなか絡む機会ないですもんね。ちょうどです、両コーナー先輩チーム対後輩チームです。たまたまなんですか。あ、これはたまたまなんですか、はい、狙ってそれを組んだわけじゃないですか。半分狙ってたんですけど、半分狙ってたのもおかしい。ここがその近野選手が入る予定だったんですよ。あ、近野健進、進む優也組対、うん、T ホーク、吉岡選手。あ、なるほど。じゃあ、まあ、まあ、まあ、結果的に、うん、まあ、変更してもまあ先輩後輩対決になったんです。まあ季節としてね、こういうタッグマッチが実現したということで、そうですね、はい。さあ、リホークのチョップを空を切らせました進む優也。まさか同時でこのようなカードを組めると思わなかった。あ、自画自賛してる。いや、自画自賛してますね。これはもう本当に、ちょっとやったなって。いやいや、いいと思いますよ。あまりこの空間でこの4人が一度で解説でいいですよね。ほんと贅沢極まりない。はい、さあ進むのを胸板をチョップが貫きました。おおおお、ここからクロスペースを狙う。さらに、ああ、今度は T ホークがこれはホールに行きました。ケルベロスかわす。初対戦なのに進む選手が T ホーク選手の動きちゃんと見てますね。あの膝蹴りケルベロスは食らってはいけません。進むようや回避いたしました。さあそして谷崎が入ってくるとこちらもタッチです。吉岡正樹、この絡みもそんなにないですよね。ないですね、まあ、吉岡選手がレッスルワン正規軍だった頃にクルーザーのベルトを持っていたんですが、その時もね、谷崎選手とは絡んでないですからね。あの時、あの一時あの他団体の選手をチャレンジャーに迎えてって、地下の健信選手がチャレンジしてる時の時期があったじゃないですか。だからあのままずっとね、吉岡選手が持ち続けて、その他団体勢のチャレンジをずっと受け続けていれば、もしかすると谷崎直樹が名乗り上げてみたいなのもあったかもしれないですけど、そうなる前にね、王座から転落してしまったので、まあ、こういう形で顔を合わせるというですね。さあそして場外戦、またしても、いやー、これ本当活動範囲がすごい限定される場外戦ですからね。少しかー、
でも行けますね。もう外に行くしかないですね、これね。ベースメントの外に出て、あのベースメント の, あの小道入るところにいきなりステーキがあるので。あ、そうなんですか。あるんですよ、いきなりステーキの前でいきなり場外なんで。いきなりステーキの隣が王子小劇場って言って、僕がよくあの演劇を見に行くところがある。小劇場は地下通ってます。地下、そうですよ、ね、あ、僕一回そこで工事やったことあるんです。ああ、あそこって人に組めるんですか。組めますけど。へえ。わかりました。私よくあそこに演劇見に行くんですね。あ、そうですか。はい、お気をつけください。結構王子の駅周辺って文化的ですよね。そうですね。へえ。場外線、あそこがトイレ。はい、あそこだと結構乱闘できる。あんまりトイレのところで乱闘されてもですね。まあ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 、トイレ壊れちゃったらまずいじゃないですか。あ、カンバシレフィが中でやると激怒していますね。最近お疲れが自分のカンバシレフィでございます。そうですか。選手は広から出てください。お気をつけください。あ、こういう狭い会場でもちゃんとやっと応援幕を張ってくれるってありがたいですよね。いや、本当ですね。もう晴れるスペースは限られるんですけども、それでもね、ああやって見に来てくれた上で、ああやって応援幕を張ってくれる、本当ね、ファンの皆さんありがたいですね。なんだ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 、ああ。今日はいつにも増して女性ばっかりですね。本当ですね。客席が。どうしたんですか。いやいや、普段からね、Jステージは女性客が多いんですけども、もうこのと女性限定興行じゃないかってくらい女性しか映ってないですね。男の人探しますか。男の人があの向かい側に3人ぐらい陣取ってる。3、はい、あとはみんな女性ですね。 J ステージすごいですね、女性人気。 J ステージの J、 女性の J です。何でも後付けで言う人だな、この方本当に。 J ステージの J は女性の J、はい、あ、なるほど。助成金出てないですか、助成金。あの区から助成金、はい、出ますかね。いや、そうすれば助成金の知恵と言えるじゃないですか。さあ、場外乱闘から帰ってくるとこちら側が有利になっております。進むゆうや谷崎直樹、ストロングハーズが場外戦で先手取られたようですね。さあ、そして谷崎直樹が T ホークを上破するというなかなかの光景が見られております。その間に進むゆうやがドラゴンスリーパー。この2人の絡みも久々じゃないですかね、考えたら。そうですね。だからもしかしたら後楽園以来かもしれないです。まあ、昨年の後楽園のメインを張った2人ですね。そうですね。いやー、あれは本当にね、そのこの当事者である2人と、そして山内代表の夢が実現したメインイベントですよね。いや、これは本当に、まあね、この J ステージの中継では何度も言ってるんですけども、この2人はもともと広島の福山にあるレスルゲート出身で、まあ、ローカルでやっていた2人が後楽園のメインをね、2人で務めるという、まあ、本当代表がいなかったらそういう夢は実現しなかったわけでございます。もうあれでも思い残すことは何もないと思いませんでした。そうですね、まあ、実際はそこでお腹いっぱいになった感はありましたね。けどそこからね、あの時点でもう来年やりますって言っちゃったんで、言っちゃったんですよ、はい。さあ、そしてこちら、谷崎タッチいただきました。あ、でもこれドラゲーが女子人気あるからなって今コメント流れたんですけども、ストロングハーツ勢が参戦する前から J ステージって女子のファン、あのお客さんが多かったんですよね。そうですね、はい、もちろんストロングハーツの女性ファンの皆様もたくさんあのいらっしゃっていただいてるんですけども、はい、その前から J ステージって本当に僕が初めて見た頃からはもう 8,9 割は女性ですからね。そう言ってくれてましたね。何かあるんですか、なんかそういう、全然わかんないですけど、なぜそうなってるかわからない。わかんないです。女性優先に言ってるとかそういうわけじゃないですか。ええ、全然全然。なんですか、ね。うん、まあまあ出てる選手たちが女性人気がある人たちがね。藤田美穂さんを筆頭に女性に人気がある人たちが、はい、多いからというのもあると思うんですけども。明らかにその、まあ自分の所属している団体の興行とは違う雰囲気の中で選手たちは ね、 ね、戦っておりますよね。吉岡と谷崎です。おお、カウンターのゼロ戦キック顔面に期待のあたりでした。吉岡期待でしたね。そしてストロングアーツ吉岡から T ホークにタッチ。さあ、 T ホークと谷崎直樹、あー、ここに進むようが入ってまいりました。さあ、 T ホークは谷崎に襲いかかったんですが、それを止めて2人がかりの攻撃を狙うのか、トレイン攻撃、あー、テイクドロップキック、強引に持っていくブレインバスター、パワーの差を見せつけるかのように谷崎直樹を吹っ飛ばしました。いやー、谷崎
種崎直樹から種崎直樹がこのような形で実現するとは。まさか王子で、王子でね、神戸ではなく王子でね、だから神戸だったらっていう感じなんですよ。種崎直樹対決やんとね、すごいちょっと体ごと。まあ、でも6月もまあ2人は対戦しました。はいはい、あの時は6人タッグでしたからね。そうですね、はい。でもね、あの時はそんなに絡まなかったんですね、やっぱり人数が多かったので。なんすかね、あの時ってやっぱなんかユニット対決みたいな感じになったから、そこまで絡まれなかったんですけど、あ、ここはタッグマッチですよね、結構絡む機会が。タニアハンって声援するとどっちに対しての声援だっけ、はい、さあ、カサノバこれをかわす。おお、パンチ、膝、なめんなと、バックハンドチョップ、おー、しかしカウンター、おー、立つ立つ、おー、後頭部に膝、後頭部のケルベロス、いやー、これは相当効いてるんじゃないでしょうか。 FH 決まったあと直後に後頭部を突き刺した。いや、こういうのを見るとなんか2人の気位置見たくなりますね。いやいや、本当っすね。どうですか、ちょっと後楽園で見たいっすよ。一日限定の種崎直樹対種崎直樹やりましょうよ。別に名前変えなくていいじゃん。名前変えなくてもいいのか。はい、さあ変わって進むと、わあ、シザースキック、吉岡がスピードで上回るか。そして西のフライは2ホーリークカウント2。まあ、ティーホークと種崎の過去があるように、この2人の間にも過去があります。まあ、先ほどね、本当去年の後楽園以来の絡みなんじゃないかなと代表で言ってましたけども、やっぱりあのあれですね、吉岡選手がストロングハーツ入りしたことによってね、ちょっとこう絡みがなくなってきちゃいましたよね。それもあるかもしれない、うん、やっぱり立ち位置が変わってきましたので。あ、でもちょっとそこが長期欠場に入っちゃいました。うん、そう、吉岡選手がね、長期欠場だったこともあります。前方回転、指固めからクロスペース狙うが、これをかわしてバスにかわす、トラスキックが飛んでくる。そしていい形でティーホークにつなぎます。ティーホークと進むユーヤ、ケルベロスかわす、バックエルボー、バックアンドチョップ。さあ、それに対して進むはリープロックを狙ったんですが、レッグハンギングボム、さらにこれ、この連携、さすがストロングハーツ。レッグハンギングボムで終わりじゃないんですね、その後があるという。まあ、この辺はやはりストロングハーツも本当上海では24時間プロレス漬けだって言いますからね。さあ、ナイトライドを狙う、最後の俺たちなんとかディフェンスしました。しかしさらにハンバッカンでチョップが飛んでくる。鶴岡さんのチョップすごいっすよね。しかしここでうまく種崎が合わせた、エンズイギリ。さあ、進むが一矢を報いました。手を伸ばしているのは谷崎直樹、谷崎とタッチ、谷崎とティーホークか、行くのマンジー。さあ、稲葉大輝の極太りマンジーのように片腕を取っての、はい。そして救出に入った吉岡にもアブドミナルストレッチ、コブラツイスト。さあ、ティーホーク、試合権利のあるティーホークがギブアップかどうかを迫られております。あ、しかしここは吉岡がうまく脱出した。そして救出いたします。さあ、4人入り乱れての攻防となりました、セミファイナル。おお、浅野場とサンドイッチ攻撃、さらにもう一発。しかし自力でティーホーク返します。この辺はレスラーチャンピオンシップ、そうです、現王者でございます。9月1日よ、横浜文化大会、はい、レッスルワン最大のビッグイベント、年間最大のビッグイベント、横浜分隊のメインに立つ男ですからね。レッスルワングランプリ優勝者であります、稲葉大輝。さっきの、はい、マンジー、マンジーリーサルキック、まあね、あの本当は知っているのに、代表はそうやって僕に振りますね。いやいやいや、はい、情報として出させるためですよね。ジャンピングハイ。さあ、進む優也も負けておりません、スピードでも負けておりません。膝、うわ、この顔面のドロップキックもまともに炸裂。さ、ここからバックドロップで叩き落とします。そして得意のクロスフェースに行きました。
ほぼリング中央で吉岡を獲得、捕獲いたしました。さあこのままタップを奪うことができるか、うん、しかしティーホークが入ってまいりました。顔面をかきむしる、すると今度は谷崎がティーホークの顔面をかきむしる。顔面かきむしるっていうのは本当地味ですけど、いや、この間僕、はい、暇だったんで自分の顔面かきむしったんですよ。めちゃめちゃ痛かったです。本当にやらなきゃよかったって後悔しましたもん。だって暇で何してんすかね。ちょっとあの眠かったんですよ。眠くて、そうそうそう、眠気覚ましに自分の顔面かきむしたら痛くて痛くて本当びっくりしました。え、レスラーってこんなの普通にやられてんだと思って目覚めました。覚めました。はい、いやあれはやらない方が良かったです。だから皆さん、あんまり不用意に自分の顔面かきむしちゃダメですよ。まあ人の顔面もかきむしちゃダメですけど。いや本当ですよ。さあここはダブルアームの体勢、そのままフロントクラッシュ、しかし返します。吉岡も返す。これ1分ですか。もうそんな時間ですか。この試合は20分1本勝負です。そうです、はい。僕てっきり61分一本勝負だと思ったら20分だったんですよ。いやこれ大会全部で20分一本勝負だったんです。あ、まあ、要はさっきも言ってましたけどこの時3大会ありますよね。まあ、そうだったんですよ、はい。あー、フラジゴク、おー、膝をかわす、ディフェンス、あー逆に膝、おー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 、いやーもっと、あー、しかしここで、あ、ここで終了のゴング、ちょっと見たかったですね。そうですね。じゃあなんで30分一本勝負にしてくれないんですか。30分してなかったっす。いやー今いいとこだったんですけど ね、 ね、続きはどうなんですか。続きじゃあ後楽園で、あっという間の20分間でしたね。早かったですね、フルタイムドローでございます。種崎直樹、進優也対ティーホーク吉岡聖輝は時間切れ引き分けでございます。さあ皆さん脳内で格闘技のテーマを鳴らしていただきたいなと。どうなの？デーデーデーってやつでしたっけ？全然違うと思います。それ全然違う曲だと思います。どんなでしたっけ？テン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 。そういう世代じゃないですか？代表は。全日本プロレスの引き分けのテーマ。あのテテテテテ。あ、それは馬場さんの方ですね。あ、違います。スポーツテーマですね。あのそれは引き分けの時流れないですか？それは引き分けの時に流れないです。それは逆に入場の時に流れます。ああ、入場の時ですか。はい。なので、カタカナ格闘技のテーマで、動画共有サイトを検索するとちゃんと出てきますので。ああ、はい。あの坂本龍一さんの曲ですからね。ほう。はい。まあ、てなこと言ってる間に時間切れ引き分けでございます。けど、ティーホーク吉岡聖輝とフルタイムって結構これすごいことですよね。そうですね。うん、はい、確かに。今バリバリのストロングハーツのタッグチームと谷崎進優也組ね。そう。まあでも谷崎さんもチャンピオンですからね。もちろんもちろん。はい、ダブルチャンピオンでございますからね。いやーこれちょっと鈴木が見たいですね。そうですね。うん。で、そうですねってあなた組むのはあなたですから。はい。その何でも一言のようにそうですねとか言わないでくださいよ本当に。さあこの日は先ほども申しました通り、試合順が事前に公開されてなかったんですけども、名イベント、はい、この試合を名イベントに持ってきたと、はい、あ、大谷ジョージと正岡潤を、はい、これはなぜこの試合を名イベントというふうにしたわけですか。なんですかね、なんだろう、まあ、大谷君は、まあ、前回のメインだったっていうのがあったんですけど、はい、まあ、初参戦の正岡選手に、はい、まあ、期待をしてっていう感じですかね。あ、このために大阪からやってきたんですよね。プ、はい、ロレスリング支援所属であります正岡潤、 J ステージ初登場でありますが、まあ、あのニコプロをご覧になれて皆様ね、いろんな団体のリングで正岡選手のところ見てると思うんですけどね、まあ、本当にまあ、関西で活動してるんですけども、本当にもうどこへ出しても恥ずかしくない動きを見せる選手ですよね。J ステージに合います、うんうん、結構いろんな人がいるんですけど、ね、あ、まあ、群雄割拠とかね、あるいはプロスフェスとかにも出場して、はい、はい、やっぱりこういろんな団体の選手がこう集う中で、はい、しっかりとこう自分をアピールすることができる選手ですね、うん、東京にもちょこちょこ出てきてますもんね。そうですね。さあその正岡潤と大谷ジョージ、まあ、前回の新木場大会は入江茂弘との憧れの入江茂弘とのタイトルをかけての一騎打ちだったわけでございますが、それに続きましてメインイベントと、しかもなんか同い年らしいですこの2人は。あ、そうなんですか、はい、おー、じゃあお互いね、東京と関西と離れておりますけど、どこかで意識していた部分があるかもしれないですね。そうですね。この間WWE の日本公演でトリプル H さんが来日したじゃないですか、はいはいはい、
会いました？僕は会えなかったです、ね、あ、会えなかったんですか、はい、あエイシさんの方が大谷選手の子に会いに来るかと思ったんですけど、ちょっと忙しかったんですかね。どうなんですかね、新木場での一騎打ち実現に向けてね、うん、そうですね、着実に進んでますね、前のね新木場ファーストリング大谷ジョージ対トリプル H 戦に向けてね、だってああやって新木場ですよ、新木場のセンター花道にトリプル H が出てくるところがあちらは、ああそこが重要なんですね、はい、コーラケンとかでかい会場で見てもあんまり意味がない、はい、あれ新木場でしたっけ、あれ新木場だってジェステージ新木場でしょ、あ、まあまあまあ、いやコーラケンっていうのは楽しいじゃん、いやコーラケンは普通に大谷ジョージ対大谷信じるとかね、あそういう、はい、大谷コントラ大谷とかね負けた方が大谷を名乗れないみたいなのはコーラケンでやっていただいて結構でございますので立ち上がりは互角でございます。左正岡、そして右が大谷。いや本当正岡選手はですね、本当ステージをね掴めばもっともっとこういろんな人に知ってもらえる存在だと思うんですよね、うん、今のところは関西を中心に活動しております正岡。でもバサラさんとか東京でやってるから、はい、バサラに今上がるようになってますので、これはやっぱり勇さんがねちゃんとやっぱアンテナ張ってますよね、いやけどこの東京での試合でもちゃんと正岡選手コールが飛ん、あの声援が飛んでますね。そうですね、はい、どうですか、あの入江戦を経て大谷ジョージ変わりましたか。いやそれ以来初めて見たあなた今日何しに来たんですか。いや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 、そういうインサイド的なものを語ってもらうための解説なのに。でもなんかね、当日ちょっと見たんですけど、うん、なんか貫禄っていうか余裕はありましたね、余裕、うん、この日っていうか、はい、あまあ、雰囲気なのかもしれないですけど、まあ、イレジゲロのあの攻撃受けたらもう怖いもん何もないですよね、さあ、まあ、本当に今代表がおっしゃった通り余裕がそうさせるのか、先手先手で動いてますね、はい、チョップを放っていきます。もう本当声援も増えてまいりましたね、大谷選手ね、ジョージ、ジョージ、そうですね、はい、我々の世代でジョージってどうしてもジョージ高野さんになっちゃうんですけどもまあ今のこの令和の時代はジョージといえば大谷ジョージそうです、ねね、昭和のジョージ高野、平成の誰かいたかな、平成安倍ジョージ、はい、誰ですか、安倍ジョージっていう作家さんですね、まあ、作家さんです、はい、所さんしか出てこなかったですあ、それどっちかというと所さんですね、安倍ジョージも昭和っちゃ昭和ですからねそして令和は大谷ジョージと、はい、はい、いや本当先手先手取ってますね。これまでのやっぱり大谷上、まあその相手がね自分よりこう上の人が多いっていうのもあったと思うんですけど、やっぱりどうしてもこう耐えて耐えてそこからこうガッツ出して反撃するっていうのがね、大谷ジョージの戦いというイメージでしたけど、この試合に関しては先手先手と言ってますね。しかしそれたち流れを変えようと正岡うまく場外戦に誘い込みます。選手も広げてください、お気をつけください。ここで正岡はどういう手を使ってひっくり返すでしょうか。まずはこの客席に投げる、そしてチョップ、ここは大谷もやり返します。チョップ、チョップ対応してますね。いやいいですね、うん、なんか大谷の中もすごいチョップのイメージしかないですよ、ね、うんうんうん、あーただ今すごい音がしましたね。大丈夫、顔面打ちつけた模様です。やばいですね、思いっきり顔面を鉄柱へ、すごい衝撃音が今鳴り響きました。さあそして休ませることなくリング内に投げ入れます正岡潤。さあここから正岡のターンとなるでしょうか。正岡選手の距離はどれくらいですか。正岡選手は今日まあ6年ぐらいやってると思いますけどね、キャリア何年か知らないで呼んだんですね。はいと、はいと、あーこの辺からちょっと流れが踏んづけで声援してる方がいらっしゃいますね。あ劣勢の展開となりました、大谷に対し声援がより飛んでおります。
マサオカ選手10年ぐらい。マサオカ純はですね、2009年9月26日デビュー。10年。はい。でも今年の9月で丸10年なんですね。なるほど。結構やってますね。大阪府豊中市出身ってことは、あの高木三四郎と同じ出身地ですね。あ、そうなんです。それがいいことなのかなのかよくわかんないですけど、はい。2009年万葉プロレスで、二入団し、9月26日にプロレスリング支援でデビューと。なんとアメリカ村でデビューするという。それがすごい。なかなかアメリカ村でデビューってなかなかね。そうですね、はい。東京で言ったらどこになんですか。うん、東京で言うとどこですかね。大久保あたりですかね。違いますかね。要はあのあれですね、現スポーツパレスでデビューしたようなもんですけど、ね。さあ徐々に徐々に自分のペースに持ち込んでまいりました正岡潤です。支援のタックのベルトとか取っててですね、それでもタイトル獲得力もあるという、はい、アメリカ村ディスられてるって。じゃあ大久保がディスるってあれなんのかって話ですけどね、大久保に例えたことがディスられるっていう風になるっていうのは、そっちがあれだ、我々的には心外ですよね、本当にね、これね。大久保いいとこなのに、美味しい食べ物いっぱいあるとこなのに、3日前も私大久保で昼ご飯食べましたからね。タピオカではないですけども、大久保でタピオカなんか美味しいとこないですか。結構あるんじゃないですか。そうなんですか。いや僕全然分かんない。大久保の食べ物屋どこがうまいかは一番あの詳しいのは笠林さんです。あ、そうなんですか。はい、笠林さんほど大久保という街を満喫しているプロレスラーはいないですね。何が流行ってるんですか大久保は。まあやっぱりあのー韓国料理とかやっぱ安定の美味しさじゃないですか。うまそうじゃないですか。テレビかなんかに行って食べたいとかあったんですけど、なんすか。いや普通の韓国料理らしいんですけど、でもまあお店がそんな広くないって言われて全然入れない。お予約も取れない。いろんな番組でやっぱ韓国にあの多分大久保のね韓国料理屋さんって取り上げられますからね。若子酒で取り上げられたり、孤独のグルメ、孤独のグルメ、孤独のグルメ言ってなかったかな。さあそんな我々が食事の話をしている間にすっかり正岡選手のペースになってしまっています。そうですね、はい、なんかでもさっきから見せたら結構正岡選手のペースなのかなっていう感じはしますよね。一旦ひっくり返してからずっと正岡ペースですね、これね。やっぱさっきの鉄柱攻撃でちょっと流れが変わったかなと。そうまあ、前回のね、入江茂弘との戦いでね、本当にもう入江選手と戦ったということで、これからもう本当にね、より恥ずかしい試合ができないという気持ちを新たにしたでしょうからね。しかしここは正岡に攻められております。罵倒しておりますね。グロッキー状態となってしまいました大谷ジョージ。チャンスです、チャンス。どっちが正岡選手。そうですね、それはそうですね。チェーンステージレギュラーやの。あ、そこを言いますか。いや、なんかそんな感じで言ってくれてたんですよ。はいはいはい。レギュラー参戦したいみたいな感じ。いや、しましょうよ。で、やっぱこの試合見てちょっと判断しようかな。あ、さあ、大谷も反撃してまいります。ブレーンバスター狙いますが、これは正岡が腰を落とします。まあ、先ほども触れましたけど、正岡は2009年デビュー、それに対し大谷は2015年デビューということでね、キャリアでも正岡の方が上回って倍ぐらいだと。そうですね。お、これはブレーンバスター持っていった。キャリアの差はありますが、同い年という2人でございます。今までにはないね、この今までの J ステージ回を重ねてきた中にはない風景でございますので、それがメインイベントっていうのはね。あ、まあ、一回昔若い選手もありましたよね。どういった、大好き大好き本所巡回勝俣、はい、春馬の一騎打ち。大谷正岡の描く風景はもちろんこれが初めてですもんね。ああ、そうですね、はい、はい、僕勝ちました。いやいや、いいんです、はい。まあ、多少 の、 あの食い違いは全然私一個に気にしておりませんけど、はい、会話が食い違っていても修正するのが僕の仕事でございますから、はい、あってなこと言ってる。あ、食べてください、はい、なんですかこれは。アメリカ村でデビューした人の試合を見ながらアメリカンドッグを食べる。なかなかトンチが効いてるじゃないですか、代表。あ、アメリカンドッグだ。たまたまです。いいなー。おーっと、RKO。 それで DDT、 低いところからの DDT、 カウント2。
いいですね、こう美味しいものを食べながらプロレス見られるなんて、もう幸せですね。こんな幸せないですよね、本当にね。月曜日から、月曜日から週の初めから月曜ですよ、月曜ですよ。この後河野さんやってくるんですけど、ね、ああやばい、急がなきゃ、はい、とっとと帰った方がいいですよ、襲われますよ。いやいやいや、帰ります帰ります。さあ、しかもちゃんとケチャップをディップ系はちゃんと使う方ですか。使うんです。あ、私ディップ系はない方がいいんですね。あ、そうなんですか。極力そのものの素材を、あ、よく、はい、味わいたくて。なんか焼肉とか結構そのまま食べてほしいんですか。タレをつけずに、はい、その方がいいと思うんですけどね。さあ、ロープを利用してのスタナーから、おお、ね、ホップロープを飛び越えてフットスタンプに行くかと思いきや、うん、背中を落とすというカウント2。またしても正岡のペースが一旦ちょっと流れを変えかけた大谷なんですが、それ以降許しませんでした。ご覧ください、この正岡のこの肉体、本当無駄のない肉体をしてますよね。かっこいいですね。おエルボー目指したらどうですか。いや、もういいですね、もういいです。あー、追走式エルボー、追走してライアットかわす、トラスキック、顎の先端、わー、しかしラリアット、小田君のラリアットって珍しいですよね。おー、あんまり力技でいくタイプじゃないですからね。でも今のは剛腕って言ってもいいぐらいのジャストヒットでございました。青のセンターにトラスキックを食らいましたが、ひるむことなく右腕を出しました。これによりまして両者ダウンです。さあ、 J ステージ王子大会のメインイベント、若き2人がこれを務めております。両者ダウン、先に立ち上がるのはどちらだ。顎のあたりを気にしている大谷、そしてこちらラリアットを食らってグロッギー状態の正岡、先に立った大谷が動きます。フィッシャーマンを狙う、フィッシャーマンズスープレックスホールド、いいブリッジ、しかしカウント2、ブリッジ綺麗ですね。いや、今ブリッジの美しさ、本当大谷ジョージかアノー沙織かですね。あ、そうなんですか。アノーさんのブリッジは異常に綺麗ですね、あの方は。ぜひちょっと J ステージに、あーってなこと言ってる間に十字固め、カウント2 そしてさあ、これもトルネードクラッチ、カウント2。いやー、一進一退の攻防となってまいりました。あー、ブレスストップを炸裂させる、それに対して、あ、これもう一発ブレスストップ、あ、フェントだ、フェントをかけた、トラスティック顔面、いいフェントをかけた、そしてその直後に顔面へ、おお、左肩上げた、カウント2。意識飛んでるじゃないですか。いや、意識飛んでるかもしれないです。あなた、選手の意識が飛びかかってる時、アメリカンドッグ食ってていいんですか。いやいやいや、やばい、アメリカンドッグうまいですか。うまい、うまい、うまいと言っております。さあ、そんな中、そろそろ仕留めにかかるか正岡、これはメッテオラ狙い、うーん、しかしこれカス、横入り式エビ固め、どんな形でもいいスリーカットで、おお、至近距離から、今のはエルボ行きました、スライディング D のようにいきましたね。はい、至近距離からのスライディング D、 行かせない、もう一回道のこドライバー、カウント2で返します。正岡が粘る、しかしさあ、右手を上げたということはスライディングD、まさかを吹っ飛ばしてスリーカウント、至近距離から、そして成長と2パターン、 D を叩き込みました、カウント3。スライディング D の D は何の D ですか。通常は弾丸なんですけど、ああ、そうなんですね。あ、別に左がなかったんですね、今は。だから大谷さんならではの意味があるかと思ったら全然そうではないと。ああ、いやいや、なんか意味を知らなかったんで。あ、そうですか。はい、多分スライディング D の時は、田中さんのあれですか。はい、正人さんの弾丸、あるいはスライディングなんかね、ダトリボーイズかもしれない、それはよくわかるんです。はい、15分41秒、スライディング D からの片指固めで、大谷ジョージがキャリアでは勝る正岡潤から勝利を上げると。うん、これがこの日の名イベントだったわけでございますね。いや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 、これはもう20代同士のぶつかり合い、いいですね。あ、嬉しそうな顔しております。まあ、これはメインで良かったですね。まあまあ、そうですね。うん、もう第2試合がメインだったら面白かっただろうなと思ったんですけど、やっぱりこっちの方が良かったですね。はい、正岡悔しいだろうなと。そうですね、結構プレッシャーあったと思うんですよね、正岡選手も。うんうん、初登場の J ステージでね、メインですからね。はい、なんか嫌がらせですか、それは。いやいやではなく、いや、期待を込めてってことですね。あ、期待と親しみを込めて。親しみはそんなまだないです、ね。あ、ないんだ、はい、そうそう、正直に言うな。はい、いやいや、けど熱のこもった攻防でございましてね。まあ、たまにはこういう若い選手同士の試合が最後で、うん、
いいっすよね。いや全然いいと思います僕は、はい、本日は本日はお足元悪かったですか。お足元の悪い中、最後までご観戦ありがとうございました。まさか君は初参戦、強いかもしれないけども、この何人かが、この中の何人が知ってるかわかんないですけど、僕はこの J ステージのリングで田中将人選手とシングルマッチをしたり、ティーホーク選手とシングルマッチをしたり、そして最近では入江選手とシングルマッチをやったので負けるわけにはいかないんです。その人たちが、その人たちが叩き潰してくれた分、僕は上から物を言うようになりますが、せっかくですね、今日は結果を出せたので、次9月後楽園ホールが J ステージはあるんですよ。そこでやりたい人をですね、僕が発言してもいいという方は拍手をお願いします。お、ついにトリプル一戦をぶち上げますか。まさかやってきますか。やってきますか。やってきますかっていう程度なんだ、トリプル一戦が。すげえな。ストロングハーツ、あれ、ストロングハーツと僕は後楽園ホールでやりたいです。ストロングハーツと、どうやりたい、いかがですか。お、ちょうど売店にいらっしゃるじゃないですか。ウェルカム、はい、でも英語使ってます。聞いてくださいよ。売店にいる。そこで話し合わないで僕と話し合いましょうよ。さあ、売店にいたのは誰なんだ。まさかストロングハーツで全員とやるつもりじゃないですよね。一体さん、もうあの 7対1ぐらい保安いいなんとかそういうのも含めて懐かしいですね。いっぱい来ちゃったじゃないですか。誰とやりたいか言ってないですか。そう、みんな来ちゃいますよね、それはね。ストロングハーツって言っちゃいましたから、はい、この日上がった選手全員出ちゃいましたね。そうですね、リンダマン、ティーホーク、吉岡聖輝。いや、まあ指名されるのはね、すごく光栄なことなんですけど、今日はうちらのボスが来てないんだよね。ああ、シーマさん。皆さんご存知。やっぱそこはやっぱりストロングハーツで、ちょっと吉岡さん難しいかもわかんないですけど、ちょっと上海なり、まあね、レギスは僕らのヨーロッパに行くんで、ちょっと、まあ、世界のどっかに一回集まって、ミーティングしてから、ちょっと、今すぐにちょっと、そうですね、大谷さんにはすごい悪いんですけど、申し訳ない。僕もまだそこまで今、権限がそこまでないんで。権限ないチャンピオンなのに権限ないんだ。どうスポークスマンにマイクが来ましたね。まあそうですね、まあティーホークにはまだそこまでの権限がないんで、権限っていうところにこだわるね。ここは呼び捨てなんですね。そうとティーホークはそう言いましたけど、この俺には権限がな、こっちにあるのか、権限はこっちにある、言っちゃいましたよね、うん、こっちに権限があったんだ、知らなかった。知れないですけど、まあまだ結果を出したといってもまだまだ早い。ストロングハーツはリング上、SNS、そしてマイクもやって、素晴らしくマイクで盛り上げてこそストロングハーツと対等に戦えるから。まあ次の J ステージは9月10日後楽園、まあ、その前に9月8日僕たちは大阪で OW の大会が、おい宣伝すんなおい、宣伝すんなおい、新宿で試合がある。ちょうど中に9月10日 J ステージ、9月12日のチケット、 OW 大会チケット、こちら売店で絶賛発売する。自分のこと宣伝じゃないですか。いや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 、そのために出てきちゃったんだ。プレイヤーとして俺を呼んだんだろう。どうして負けんな。どうして頑張れ。僕もですね、 J ステージではですね、山内さんにガツンって言えるぐらいの権限があるんですよ。お、代表にガツンと言えるぐらいの権限があるんですよ。宣伝もしてくれて大丈夫。
後楽園ホールはさあ目標やりましょう。そんなマイクじゃまだお前切り見えない。何を求めてんだ。決められるな。だからお前がこの J ステージのリングを、まあいいですよ、正岡選手も一緒にマイクするのかもしれないですけど、このリング上きっちりマイクで締めれるかどうか俺たち売店でしっかり見てますから。そのマイクで締めてこそ俺がやっとシーマさんに相談しに行くから。あ、相談するまでにマイクの締めがある。ここの試されてる、試されてる、きっちり締めることだ。あとは任せたぞ。結局そのストロングアーツも誰とは言ってないですよね。言ってないですね。それなんでしょうね。まあ、口ぶりでいくとシングルマッチでしょうね。ですよね。うん、誰とやるんだろう。僕ないですか。ティーホークさんが頑張れよって言ってますよ。どういうことですか。頑張りましょう。しかしですね、やっぱりこのリングは。ダメダメ逃げちゃう。山内さん、山内さん、ちゃんと逃亡しようとしたんですか、この時。ストロングハーツが、いやもうこんな締めてもらっていいかな。ちゃんと締めますから、山内さん、ぜひぜひ後楽園ホール大会の前なんで、ぜひ何かまた発表することがあるかもしれないです。皆さん、ダイヤマウチコールでお願いします。山内、ダイヤマウチコール、いや、これなんて本当嫌ですよ。ダイヤマウチコールっていうから、ダイヤマウチって言わなきゃいけなかったと思いました。ああ、そういうことですか。ダイヤマウチさんのコールかと思って。大きな山内コールですね。あ、そういうことですね。さあ、いつものように音もなく入ってまいりました。はい、本当にありがとうございます。普段着ですね。いや、違う、ちょっと受け付けの方で、引き換えとかでちょっと開始時間遅れてしまい、本当に申し訳ございませんでした。すごい迷惑かけました。そうですか。その辺後で聞きましょう。そうですね。まあ、この後はもう、その9月10日の後楽園まで大会がないんで、はい。まあ、これからどんどんカードを発表していきたいと思います。まあ、さっき大谷君が言ったように、ね、J ステージ選抜対ストロングハーツ。そんなこと言いましたっけ。やりたい気持ちは J ステージ選抜って話になってますか、これ。あれ、そうです。全然そんなこと一言も言ってないですよ。個人でってことだったんですかね。多分僕なんか勝手に勘違いしちゃった。あ、別に J ステージ君とストロングハーツ君って一言も言ってないですよ、大谷選手。いや、なんかまあ、まあ、3人出てきたので、ね、3対3ぐらいなのかなと思っちゃったんですね。あ、そうなんですか。はい。そうですね。山内さんがシーマさんにお伝えすることもできるんですよ。よ、離れたとこから来ても声がちゃんと届きますね、兄ちゃん。正岡君に締めてもらいましょうか。すごいな。巻き込まれましたね、正岡選手は。事故です、事故、事故です。まず負けといてマイクで喋るのも好きじゃないし、あとお前のチョップが痛すぎちょっとイライラしてるからよ。今日はストロングハーツの皆さんの肩を持たせてもらうぞ。お前の締めを。さあ、マイクがパッサレ、パッサレ、トッサレ、トッサレ、前回の大会見たしね。締めたってよ、締めさせていただきます。よろしいでしょうか。まあ、ここはやっぱりメインで勝った人がね。まあ、そうですね、はい、うん、今日、J ステージ、いろんなメンバーがいたけども、くしくも若手の僕たちがメインでシングルだったという、はい、セミファイナルにストロングハーツやススムさんが出て、メインイベントが私たちだった、はい、皆さん、ご満足していただけたでしょうか。ありがとうございます、ありがとうございます。この拍手を忘れず後楽園ホールまで突っ走っていきますので、皆様ぜひ J ステージと大谷ジョージにもついてきてください。お、大谷ジョージについてきてくださいって言えるようになりましたよ。個人ですね、完全に。ご起立お願いします。いやいや、けどこれぐらい力強いこと言えるようになったんだからいいじゃないですか。まあ、そうですね、うん。はい、それは僕が行くぞと言ったら皆さんでおーと、はい、叫んですね。あ、もうしっかり締めも覚えてくれてるんですね。まあ、簡単な締めですね。人生と叫んでください。皆さんで、ね、一つになってこの抱擁を締めましょう。行くぞー、 J ステージ。これできなかったら逆に問題ですよ。こんな簡単な締めを。そうですね、まあ、でも急に振られちゃったりしたらなんかあれじゃない。あ、飛んじゃうものなんですか。はい、まあ、飛んじゃったらね、あれですよ、万国共通のプロレスでハッピー J ステージでいいですよ。
この間 TCW も私あのジミーさんにそれで示させましたからね。そうなんですか。あの元ネタ全然知らないジミーさん、僕のリクエスト通りにプロレスでハッピー TCW って言って終わりましたからね。はい、以上でございました。はい、はい、全5試合でございましたね、はい、皆さん熱戦を繰り広げました。早かったですね。こうやって見ると早いですね。5試合って早いですね。はい、はい、この日はですね145人超前札止めのお客様にお越しいただきまして、はい、あの先ほども申しました通りこの7月15日という日は DDT のビッグマッチとか、はい、プロレスリングのあの後楽園ホール大会とかあった中、はい、この J ステージを選んだ145人の皆様でございますね、はい、ありがとうございます。はい、正解だったんじゃないかなと、はい、この王子でこんなネットが繰り広げてる同時刻に私は大田区であの青木真也さんのケツをまさぐる男色ディーンの見てたとかしてたわけでございますよ本当に。はい、そうですね。はい、ではですね、はい、まずじゃ あのアンケートやってみましょうか。はい、前5試合の中からこの本日のベストバット、はい、はい、セミも良かった、メイも良かった、第2試合も捨てがたかったという中、はい、ニコプロ視聴者がどの試合を、ベストバットに選ぶかということでございますね。はい、このアンケート結果を見た後に、はい、後楽園大会情報をちょっと代表にお願いしたいと思いますので、はい、なんやかんやでもう1ヶ月ちょいですよね。そうですね。はい、ぼんやりしてらんないですね、これはね。はい、もうパパッと、パパッと選手も発表して、うん、カードも発表して、いや本当自分で自分の顔面かきむしってる暇なんかないですね、本当にね。やらなきゃよかったな、あんなことな、本当に。はい、では、本日のベストバウト、はい、注目注目、はい、ラインしてる場合じゃないですよ。いやいや、はい、せーの、ドン。第2試合が、そっちですか。半数が第2試合。いや僕全然あのセミだと思ってたんですよね。セミも 25%、 はい、はい、いやー要は、はい、こういう試合をやってくれれば J ステージ後楽園ホール大会に行きますよというアピールですね、これは視聴者の皆様も。そっちでしたか。はい、だこれはもう絶対にあの系統の試合は後楽園でやらない、後楽園ホール側が何を言おうともああいう試合やらなければならないということになってまいりました。こちらでございますね。はい、はい、藤田峰雄、XX 組対、黒潮イケメン二郎、レイパロマ、大和博史という6人タッグが組まれているんですが、はい、じゃあここでこの X を明かしてくれるんですか。あ、発表しますか。言っちゃっていいんですか。どうぞ。いや僕が言うんじゃないです、はい、今のやり取りちょっとおかしいですね、はい、ああそうですね、はい、じゃあちょっと明かしていいのであれば、峰雄さんのパートナー言っちゃってください。はい、はい、じゃあまず X の一人目ですね。はい、バラモン柊選手。一人目はバラモン柊。はい、一人目はバラモン柊。いや2人いるんで。一人目はバラモン柊。はいはいはい、となると二人目は誰だと思います。うーん、プリティ太田さんとかゴージャス松野さんとかですか。あと、あるいはウルトラマンロビンさんとか要はムーの太陽って言われる人たちの誰かかなと。違います、外れてます、外れてる。じゃあ2人目発表します。はい、2人目は、うん、バラモンケースです。それ別にあれ一緒に発表するからよかったじゃないですか。バラモン兄弟だって。あ、そうですか。なんで一つ一つこう別々に一人一人かな。はい、ウルトラマンロビンじゃないんですね。そうですね、ウルトラマンロビンちょっと J ステージ出してくださいよ。あれだからまあいいや。はい、藤田峰雄バラモン兄弟対、はい、黒潮イケメン二郎レイパロマ大和博史。はい、ご兄弟とレイパロマが絡むということになりますね。じゃあね、これね、これあれなんですよ、去年はい、この去年やった時に、はい、あのイケメン選手欠場になって、流れたカードっていう。ああ、なるほどなるほど。はい、じゃあ改めてそれをもうやりたかったし、そこにその藤田選手を絡めたかったっていうのもあるんですよね。はい、まあ絡めたかったとこう自発あの言わなくても自発的絡んでいくというかこの方はね。でもあれです、うん、初めてのタッグですよ。トリオとしては初めて。トリオ、そうですね。多分藤田さんとバラモンさん組むのも初めてなんじゃないですか。対戦はね、Kさんとだったかな。そうですね。はい、チンプロでやりましたけども、はい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 、チームを結成するとは初めてだと。おー、これはまた相手に大和博史がいることでいろいろ収拾がつかなくなるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、非常にいいカードでございます、これは。はい。これが決定ということですね。はい、そして今の時点で決定しているのがこちらですね。はい、これは前回もね、いち早く発表、あっていうか我々にね、情報、そうですね、はい、はい、言っていただきまして、はい、ダブプロレスの軍曹さんと、弾丸選手、田中将人選手の一騎打ちと、はい、はい、これもまた超異次元カードですね。そうですね。どうですか、この絵面がすごいですよね。この2人がこう並んでるところ。そうですね。後楽園はこの2人が向かい合うわけでございまして、はい。じゃあこの2試合が今のところ、今のところはそうです。はい、はい、で
新たなる追加カードで今日言えるカードとかないんですか？追加カードはないですよ。追加参戦選手で発表しますか？はい。っていうか、あの参戦選手自体が何人ぐらい出てるのかよくわかんないんですけども。あそこにいる人と。あそこにいる人とかって言っちゃっていいんですか？誰がいるんですか今日？いや、わかんないです。わかんないと。はい、はい、あそこにいる人って誰なのよっていう話になりますけども。はい、はい、追加参戦選手、はい。これちょっと、あれ作れなかったんで。はい。口頭で、はい、口頭で、あ、それ見せてくれるの、はい、はい、じゃあ携帯に見せてください。スイカ参戦選手はこちらでございます。はい、あ、わかりますか。あ、この見覚えのあるこの格好はわかりますかね。うどんプロレスの、はい、マックドナルドさんが G ステージにやってくると、はい、ほー、決まりました。なかなか代表マジなことやりますねマクドナルドだけにへー、はい、じゃあこれ四国から呼ぶんですか？これ呼びます。はい、どこにそんなにあのお金あるんですか G ステージの。いや、お金しかないですか。お金しかないです、はい、すごい発言しましたよ今何食わぬ返してお金しかないですからって今言いましたから、はい、そんなにお金たくさんだったら僕にもくださいよ。いやいや、言ってくださいよ、はい、言ってくれ、本当え、言ったらくれんのじゃあ、10万円ぐらいちょうだい。いやいや、まあって言ってますね。はい、参戦決定ですね。決定です。カードはまだ、はい、カードはまあ発表できたらすぐに、うん、知らねえよこんなやつっていう方が、知らない方は今ね便利な時代になったんで、こうヤフーでググっていただければ、そうですね、はい、DDT マックドナルドぐらいでDDT の KOD タッグに挑戦経験がある方ですからね、この方は。そうですね、今年の6月2日、はい、あの松山大会で平田和樹と組んで、佐々木大輔、ね、高尾相馬の KOD タッグの最高峰のベルトに挑戦するぐらいの実力者でございます。はい、はい、が参戦というわけでございますね。はい、はい、いや、また一人楽しみな選手が増えましたこれ、これだけ参戦選手発表した中で、はい、カードのやりくりが大変じゃないですか。いや、そうですか。まあ一応頭の中でも大体できてるんで。できてる、はい、じゃあもう言っちゃってくださいよ。じゃあ、いや、まだ言えません。マックドナルドさんの対戦カードも頭の中にある。ああ、あります、あります、はい、なんだろうで、アンケート取ります。誰と見たいか、はい、ああ、じゃあ皆さんちょっとマックドナルド選手とどの選手の絡みが見たいかちょっとコメントの方で、はい、この選手と組んでほしいとか、この選手と対戦してほしい、うん、まあここにいる人たちはね、もうカードが決定しておりますので、この人たちを省いての、はい、抜いての、絡みのね、見たい選手、はい、そうですね、後ろの、そうですね、ポスター見て、バラモンさんはもうあれですね、はい、はい、ここに出てる方々がね、参戦決定。そうだな、武田正史対マックドナルドとかどうですかね。ああ、はい、デスマッチデスマッチできるんですかね。この人とかどう、合わないですか、この方、うん、この方絡みたいですかね。どうですか、聞いてみたいですけどね、本人にね、うん、どう振りましたね、はい、まあ組めばやってくれるんじゃないですか。まあそうですね。で、ストロングハーツとしての戦いでドナルドさんをストロングハーツさえブシのベストはい、いうあれですね、はい、宮原健闘中との絡みが見たい。シーマー選手とドナルドの、おー、はい、イサミさん、サバイバル飛びた、飛びたさん入ってましたっけ。入ってないです。サバイバル飛びた対ドナルド飛びたさん別にね、最短プロスでそういう系統の人たちと結構やってるからな、うん、そうですね、はい、なるほどね、はい、いや、これも楽しみになってまいりましたね。じゃあ、追加カードはどれぐらいのタイミングで発表されそうでしょうか。多分今週あたりから、うん、多分全部発表できると思うんで。全部え、じゃあ一気に残りのカード、一気には多分出せないですけど、はい、それ出せない理由というのは何なんですか。まあ、いや、まだ固まって決まってないですよ。本決まりじゃないですよ。ああ、で、それは動けば本決まりになるもんでしょう。アイデア自体はあるわけですから。まあ、いや、動いてます、動いてます、はい、じっとしてない、じっとしてないですか。じっとしてるあのイメージが強い、はい、なんか、はい、わかりました、はい、じゃあ情報としてはこれぐらい。そうですね、はい、後楽園大会、はい、はい、現在も発売中でございまして、スーパーシート1万円お土産付き、もうそこはもうほとんどない、おー、プレイガイドにちょっとあるぐらい、高いところから売れていると、はい、あ、これ期待の表れですね、はい、ちなみにお土産というのは何がもらえるんですか。あ、もう今一生懸命考えてます。それも今考えてんの。お土産ありきじゃないんだ、お土産は後から考えるんだ。え、違うんですか。もうこういうものはみたいなのがあったから、このスーパーシートっていうのが指定されなかったと思ったら、それ、ね、でももう作ってるんで大丈夫です。あ、それ用のやつをちゃんと作ってる。もう、はい、絶対他で販売しないような。なんだろう、なんでしょう、なんだろう他で販売、 J ステージだけでしか買えない何か。いや、そういうあれじゃないですよ。あの、手に入らない何か、売店では販売しないってだけで。なんだろう、あれですか、あのスーパーシート買ってくれた人だけのためにって感じ、ね、大谷選手とトリプル H が向かい合ってこうやってるポートレートとか、それは実現するんですか
はい、特別リングサイド7000指定席 A、はい、5000円指定席 B4000 はい、はい、で売っておりますので、こちらの方でね予約 J ステージ、12.1、はい、なんと G メールで受け付けてると、はい、あ一応ホームページもあるんですよ。ここ、あここホームページ飛べば予約できると、まあ、買えますね、はい、そしてプレイガードでもチケットピアローソンチケットコラケホールチャンピオンで売ってると、はい、はい、いうわけでございますね。まあやっぱりこう皆さんねカードが続々と発表されればこう手が動くっていう感じだと思いますね。あそうですね、はい、はい、うん、はい、まあいいや拾うのやめよう、はい、はい、拾うのやめよう、いやいやいや、ポスターなんてあげないですよ、はいはいはい、ポスターじゃないですよね、全然違います、はい、ポスターだと思ったら大間違いだと、あもう、はい、言われてますね、はい、ポスターはあの普通につくと、いや つけません、つけません、はい、ポスターが欲しい人は買ってちょうだい、ポスター入れようと思ってましたけど、はい、もうつけません、つけません、はい、別の何かでございますね。いやもう、はい、なんだろうな、なんだろう、なんですかね、なんですかね、僕に聞かれてもわからないです、はい、で、選手としての追加はまだありそうですか。まだ、あとどれだろう、まあ、10人ぐらい、まあ、なんで笑ってるんですか、これにまだ10人追加、え、ダメですか、本当に50人いっちゃうじゃないですか。いや、いかないです、いかないです、そこまでまさか48人とかいる、いやいや、いやでも10人追加ぐらい、いや、まだはっきり分かんないです、あんまり聞いたことないな、追加選手が10人っていやいやちょっと聞かないことあの日本語ですね。いやでもまだはっきり決まったわけじゃないんで、はい、はい、10人になるか分かんないですけど。なるほど、いやだからその交渉がうまくいけばその10人の皆さんは出るってことですもんね。まあまあそうですね。はい、わかりました、うん、じゃ あの決まり次第あのまたここに来て、あ発表だけして帰ってってください、はい、え、発表だけして帰ってってください。はい、いや、いる分にはいいですけど、いたところでだってネタないですもんね。いやいや、そのネタがあるじゃないですか、発表で。だからそれだけしたらもうあの帰っていただいて結構でございます。いや、なんかあの何かしらのこう一芸みたいなのがあればそれはいていただいてもいいんですけど、なんかございますか一芸は。いや誰かのモノマネとか。いやそれできないですよね。できないですか。得意なモノマネとか。モノマネ、うん、やったことないですよ。モノマネあんまりやらないタイプ。いや自分で自分の顔面をかきむしるとかどうですか。安井健さんです。いや僕を象徴にしないでください。たまたまやっただけですから。ああそうですか。はい、わかりました。うん、はい、まああの今日のね王子大会を見ると結構なんか高打点を受けてる勢いのようなものを感じられましたので。ああそうですね、はい。はい。セミの続きとかも見てみたいですけどもね。ですね、うん。どうなんですかね本人的には。いや4人はやろうっていう気になったんじゃないですか。ですかね、あそこでやっぱり勝負がつかなかったので。はい。うん、ゆくゆくは T さんと谷崎さんの一騎打ちだから。いや、やりたいですね、それで。当時のドラゴンゲートを知る人たちがこうね、あの集まっちゃったりなんかしたらいいかもしれないですね、これね。それは関西でやりますか。関西って考えてるんですか、10ステージの関西。考えてます。お、はい。今まで。ないです。あ、じゃあ実現したら初進出。初ですから、大阪とか。おー。いや、結構いろいろ考えてはいるんです。あ、ちょっと。実現しないだけで。関西でご覧になってる皆様。じゃあ実際これ、アメリカ村でやりましょう、じゃあこれ。正岡選手のデビュー戦の地である。へぇー、J ステージの大阪進出。とか、まあ大阪とは限らないですけど、うん、まあ、関西方面で。関西方面で。はい、あ、いいじゃないですか。ほら、みんな喜んでる。ちょっといろいろ情報とか。教えてもらえたら、うん、情報じゃどれ系の情報ですか。いやなんか会場こんな会場ありますよとか。何人ぐらいがよろしいでしょうか、キャパとしては。何人ぐらいですかね。そんなまあ300人とか。僕が知ってるいい会場があるんですよ、はい、あのエディオンアリーナ大阪っていう会場なんですけどもね。知ってます。知ってます。聞いたことあります、はいはい、そこの第一競技場っていうところがあるんですよ、はい、これいい会場ですよ。安いですか。いや値段はちょっと分からないですけどどうです、エディオンアリーナ大阪第一競技場っていう会場、はい、あ行けそう。いや、いけんじゃないですか。おー、はい、皆さん、拡散してください。 J ステージの関西進出の会場はエディオンアリーナ大阪第一競技場だそうでございます。へー、うん、後であの調べてください。あー、はいはい、はい、わかりました。まあ、あの非常にこう見合ったキャパだと思います。あ、そうなんですか。はい、あともう一つ大阪にいい会場があるんですよ。はい、大阪城の近くにある会場なんですね。へー、お城、お城の近くにある。ああ、はいはい。で、会場名が大阪城ホールっていうところなんです。ああ、聞いたことあります。聞いたことあります、はいはい。どんな会場か知らないでしょ。あんま行ったことないんで。あそこは J ステージに合ってるなと。はい、雰囲気がいいと思います。雰囲気もいいですし、大阪城の城はね、J ステージの城ってこと。そうですね。はい。城ホールってみんな言ってるんですけども、城ホールも。ああ、まさしく。そう。ぴったりです。だから J ステージが大阪進出する時のためにあるような会場なので、ぜひ大阪城ホールで J ステージ。
あのどういう会場か後ほどヤフーで打ってください。はい、ああじゃあいろいろあるんですね。いろいろあります。はい、はい、いろいろあるので、あの会場に関しては私会場内藤さんに指摘するぐらい会場マニアなので私聞いていただければ、あるいは同じ足立区の内藤さん中に直接聞いていただければ。ああそっちの内藤さん、はい、他に内藤って言いましたけど内藤明治さんですか。内藤哲也さんは会場マニアなので。あそうなんですか、ね。はい、ぜひあの足立区ルートで話せば適切な。いやでも今その東京武道館でやりたいっていう目標もあるんで。内藤さんはね、あ内藤さんじゃないか、そっちか、内藤さんじゃないの、そっちじゃないです、はいはい、東京武道館は東京武道館、そうですね、はい、大阪城ホールは大阪城ホール、はい、ボーイズはボーイズということで、ボーイズはボーイズ、はい、昔そういう連載がございました、はい、というわけでございまして、じゃあ最後に、何か、告知漏れがございましたら、告知漏れ、はい、まあ、なんかありましたかね、なんかありましたかねって、カバをごそごそと、いや、特には、はい、ないです、ない、はい、特にありませんと、岡田和志ばりの締めでございましたね。はい、ああここにありませんというわけでございまして、はい、じゃあもう次はもう後楽園ホールでございますから、はい、はい、次は後楽園ホールで会いましょうということになりますね、これはね、はい、後楽園ホール大会昨年に続きまして、2度目の AJ ステージ後楽園進出となりますね、先ほども試合でも触れましたけども、昨年の名イベントは進む優也対吉岡聖輝という歴史を感じさせる、シングルマッチが名イベントでございましたけども、今年はどんな物語が描かれるのか、これからね期待してください。いやいやもう大いに期待してますよ私は本当に、はい、なんならちょっとあのニコプロさんと掛け合って生中継とかやりましょうよ。え、本当ですか。え、ぜひ。いいですか。いやあの完売になったらね。ああ。なんですか。何ああって。ああ、でもちろん完売になって、うん、あの見たいけどもチケットが買えないっていう状況になったらニコプロさんの出番ですよ。そうなんです。そう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 。じゃあもうちょっと頑張ります。もうちょっと頑張ってください。はい。はい、目指せ完売ということでございます。はい。はい、夢の J ステージ、後楽園ホール大会、皆様と一緒にね、乗り込みたいと思いますので、はい。9月10日、後楽園ホールに集結と。いうわけでございますね、はい、はい、こんな感じでよろしいでしょうか、はい、はい、てなわけでございまして、本日のニコニコプレイスチャンネル一発目は7月15日に行われました AJ ステージ王子大会の模様を山内代表の絶妙な解説とともにお届けいたしました。代表ありがとうございました。